日、巻き髪レッスン、巻き髪女子会ですね、行わせていただきます。シンデレラプランニングの三村と申します。で本日、巻き髪の講師をします、新井先生ことくまちゃんです。くま先生と呼んでください。よろしくお願いします。自分で髪の毛を巻くってことにトライしたこともある方が多いかと思うんですけれど、結構雑誌とか動画を見てもなかなかうまく巻けなかったりとか、巻いてみてもなんかこう左右のバランスが悪かったり、あとは巻いたはずなのに取れてしまったりですね、結構なかなかうまく持続できないって方が多いですね。私の場合も実は巻き髪をするとなんか焦げた匂いがしてしまうみたいなことが起こっていて、で結構その時に相談したのが、ヘアメイクの、新井先生、熊先生だったんですけれど、で今日何をしますかと、何をするかと言いますと、髪の毛を巻く上の基本をまずレクチャーさせていただきます。で、基本というのはヘアアイロンの構造、どういうふうにアイロンを使ってどういうふうに回すのか、あと抜き方とかですね、あとは一番大事なブロッキング、それについて説明しながら、実際皆さん髪の毛長い方と短い方いらっしゃるので、それぞれですね、髪型に合わせてどう巻いていくのかということを、今回参加してくださっている女性の方々も座っていただきながらレクチャーしていくのでよろしくお願いします。じゃあここから、くま先生にバトンタッチしていきますので、で参加している皆さんも分からないことをどんどん質問していただいて、髪の毛を巻くっていうことはその次の日から自分にちゃんと向き合う、要は朝起きて髪の毛がこうボサのまんまで出ないようになる、それ自体がすごくこう女性としての意識を高めたりとか気遣いにどんどんなっていきますの で実際巻き髪女子会参加してから結構男性社員から可愛くなったって言われたとか、あと日常生活の中で自分のこう髪の毛を見てこう、私ちょっと今日イケてるじゃんって思いになったとか、結構そういう反応出ていますので、皆さんも今日の巻き髪女子会で明日からの自分楽しくなるように技術を身につけてください。ではよろしくお願いします。お願いします。では先ほどご挨拶いただきました、本日講師させていただきますヘアメイクの新井と申します。でなぜクマ先生って呼ばれているかと言いますと新井クマから来ていますので、気軽に呼んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、先に軽く巻きの説明とあとコテの説明をさせていただきます。ちょっとホワイトボードに書かせていただきます。で最初なんですけど、本日は巻きの種類で、内巻き、外巻きとかっていうのがあるんですけれども、そちらをマスターしていただいて、それを合わせたもの、ミックス巻きというものを本日はメインにやっていただきたいと思います。まず内巻き、資料にちょっと書いてあるんですけど、内巻きと巻きっていうのが、ベーシックな巻き方であると思うんですが、そちらを足したものをですね、交互に巻いていくものをミックス巻きといいまして、そちらをメインでやっていただきます。その他にですね、こっちは縦に巻いていくものなんですけれども、この横に巻くような巻き方を平巻きといいます。皆さん大体一回コテを使ったことある方は大体内巻きにされることが多いと思うんですけど、大体皆さん平巻きでやられているかと思うんですが、こっちの縦巻きの内巻きと外巻き覚えていただくと、アレンジがすごく、いろんなアレンジができるので、そちらをやっていただきたいと思います。あと番外編、応用編としまして、ツイスト巻きですとか、ちょっとねじって巻いてパーマ風に巻いたりするような巻き方もあるんですが、これは時間があるときにという形で、こっちの方をメインで覚えていただければと思います。で、コテ使ったことある方って結構いらっしゃいますか、ね、どれくらいいらっしゃいますか。で、あ、結構いらっしゃいますね。じゃ、結構慣れてるかと思うんですけど、意外と皆さんこうあまりうまく巻けないとか、